ちは、コナッターです。というわけで突然ですが、皆さんゲーム実況者のゲーム環境って気になりませんか？なってるからこの動画を開いてるんだよな。はい、まあ、私をねゲーム実況者と呼んでいいかどうかは怪しいことも別にないですよね。ないですよね。だってね、リートブとかでねめっちゃゲーム実況してるしね。まあ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 、いいんですよ別に今回はそんなことは。で、まあね、知ったとしてもパソコン環境とかゲーム環境を整えるのって結構、まあ、こうデスクトップ PC はもちろんガジェット周りとかも結構値段が高くてなかなか手が届かないってあるあるだと思うんですよ。私もねちょっと最近新しいマウスとかキーボード欲しいなと思っていろいろ探してたら、ちょっとねアリエクというサイトを見つけまして、お手頃な価格で PC 環境を整えられちゃうみたいだったので、ちょっといろいろ試しに注文してみました。なので今回は初公開の私の作業環境を軽く紹介しつつ、今回購入したものも実際に使いながらいくつか紹介していけたらと思います。どうぞ。はい、というわけでちょっとこの家に越してきてから初めて見せる私のパソコン作業環境ですね。私はデュアルモニターでいつもこんな感じで作業したりいろいろしてます。この中にね、あげくで買った商品が何点かあるので、今からそちらを皆さんにご紹介していければなと思っております。いやね、配線だけじゃなくてね、普段はねもっとね、特にアクスタ置いてあるあたりとかね、ノートを山積みにしたり本山積みにしたり、ちょっと汚いんですけど、今回ね皆さんに見せるってことで片付けました。ちょっとちゃんと白状するはい、もうこんなね綺麗じゃないんですけれども、普段は、まあ、こんな感じでいつもここでゲームしたりなんかいろいろ作業したりしてます。はい、ということでここからはあげくで購入した商品何点かご紹介していきたいと思います。まずはキーボードからいきましょう。キーボードはこちらです。ちょっと手ねじれてる、絶対紹介の仕方間違えた。こちらです。ババン、めっちゃかっこいい。こちらはロジテックのマスターシリーズのキーボードになります。私ね今までねキーボードを新調したことがなかったんですけれども、ちょっと新調してかなり世界変わりました。これねめっちゃいいです。私ね打鍵感的にはあんまり深く沈む系のなんだろう何々軸みたいなのがあんまり好きじゃなくて、ファンタグラフなんだろうな、ノート PC とかによくあるパチパチした感じの打鍵感のキーボードがね好きなんですけれども、これはねそのパチパチしたこのパンタグラフっぽいキーボードの打鍵感のマジで最上位って感じで、めちゃくちゃ使い心地がいいです。文字打つのめちゃくちゃスムーズになりました。見た目もかっこいいし、コードとかもね自動で調整してくれるし、でこの状態でも使えるんですよ。どういうことかというと、まあ有線無線どちらでも使える充電式のキーボードにもなります。これねめちゃくちゃ良かったですね。こんないいものがアリエクだとお手頃な価格で手に入れられるのがマジでびっくりです。これマジでおすすめ。ほんとね世界変わりました。はい、ということで続いてマウスご紹介していきたいと思います。マウスはこちらです。レーザーのバシリスクは間違ったらごめんなさい、 V3 というものを使っています。このマウスもねかなり世界変わると思います。ゲームする人はね特にちょっと面白い機能がついてるので、ちょっと今から解説していくんですけれども、まあまずね普通に持ちやすいですけど、画期的なのがここの部分、こう持つときにここの部分があるとないとで全然安定感が違くてですね、ちょっとねこの部分がない、この反ってるこの部分がねないマウス、ちょっと今後使えないなと思うぐらいここの部分がマジで安定するんです。はい、で私はねサイドボタンとかないとダメな人種なので、サイドボタンがあるのもありがたい。でもう一つ面白いのがここのねスクロールあると思うんですけども、このスクロール2段階に調節できるんですね。これはねネットサーフィンとかする人向けな感じはするんですけども、このカチカチわかります、カチカチ音がするじゃないですか。ここ切り替えるとスッて、すごくちょっと後で実演するんですけど、スッてすごいスッて動くようになるんですよ。もう本当にスッて動くようになって、すごくスクロールが素早くできるようになる機能っていうのもすごくありがたいですね。でゲーマー一押しの機能がこの横にあるサイドボタンの下にあるこのカウントフリックというボタンです。私はちょっとね違うキーバインド当てちゃって、ショートカットでまた別で使っちゃったりしてるんですけども、このカウントフリックを押しているとポインターの速度が変わります。
どういうことかというと、まあ、普段ね 1000dpi とかでマウス動かしてるかもしれないんですけど、ここを押してる時だけ 400dpi とか、あ、全然それぞれ dpi は設定できるんですけど、 dpi で動かすことができます。だからこう覗いてる時、銃撃つ時、エイムしてる時だけちょっと感度落としたいなという時に、この感度フリックを抑えてエイムすれば調節できると。結構ゲームごとにエイム感度を変えなきゃいけないと結構大変だと思うんですけど、この感度フリックがあればどのゲームでも割と安定してエイムできるんじゃないかなと思ったりしてます。すいません、ゲーム実況者なんですけど、あまりゲームが上手くないもんでエイムの解像度めっちゃ低い。はい、こんな感じで、このマウスめちゃくちゃね、多機能で、多機能なんですけど余計な機能がついてないので、かなりシンプルに使いやすく使うことができます。これもめちゃくちゃおすすめです。はい、ということで、先ほどお伝えしたホイールのスクロール感をちょっと変えられるのをちゃんと説明したいので実演します。あ、レーザーなんで七色に光りますよ。ゲーマって感じしますね。はい、ここの上のボタンを押すとカチカチ音がするんですが、こんな感じでね、スクロールの感じが切り替えられます。これがね、いつも使ってるカチカチするやつで、こっちにするとわかります？回ってるの。めっちゃ早くスクロールできるんですよ。これ結構ネットサーフィンとか何か物読む時とかに結構便利で、結構いい感じに使えます。便利です。続いて3点目、こちらです。こちらはショートカットキーの詰め合わせ、コンソールパネルになります。どこに何のショートカットを入れるか全部カスタムできるので、自分好みのショートカットキーを作ることができます。めちゃくちゃこのショートカットキー便利で、やっぱりここのボタン押すだけでポンって Google に飛んでくれたりするので、かなりいろんなものが時短になりますね。で、こう1個カスタムするだけじゃなくて、これ専用のアプリがあって、何個か自分のお気に入りパネルを作ることができて、例えば編集するときに編集のショートカットキーを詰め合わせたパネルに変更する、すぐ変更することも可能っていうのがね、本当使い道がね自由自在すぎて、すごく面白いガジェットだなと思ってます。これもねすごくお手頃な価格で手に入るので、ぜひ皆さんにチェックしてもらいたいですね。はい、ということで、こんな感じで私は今こちらのコンソールパネルをカスタムしています。こちらね、今私好みにカスタムしてるんですけれども、それぞれね、自分の好きなようにカスタムできますので、本当に使えば使うほど自分好みになればなるほど便利だなと思います。私は一番上にお気に入りのブラウザ、再生停止ボタン、音量を大きくする、小さくするみたいなのを入れています。で、右には、CPU 今どんぐらい熱いかとか、メモリ今どんぐらい使ってるかみたいなのも表示させたりしています。ワンタップでね、本当ブラウザ開いてくれるので超便利です。このUフレットっていうのは私の弾き語りでめっちゃ使ってるサイトなんですけど、あ、これでもうブラウザがパッと開きます。マジで超便利です。使い方次第ではもっともっと便利に自分でしていける面白いガジェットです。はい、ということで最後4点目紹介していきたいと思います。こちらです。モニターと思った方もいるかもしれません。モニターですでもすごいのが、なんとね、タッチできるモニターなんですよ。ちょっとね、今ちょっと手元にノートパソコンがないので実演できないんですけれども、私がね、こちらのモニターを使うときは USB-C でノートパソコンにつなげています。私普段ね、デュアルモニターで作業環境を構築してるんですけれども、ノートパソコンを使うときもね、できればね、デュアルモニターでありたいという夢を叶えてくれるのがこちらのモニターなわけです。めちゃくちゃ USB-C1 個でいいので、ね、超便利だし、何よりね、軽いんですよ。これめちゃくちゃ軽くて持ち運びがめちゃくちゃ楽。私結構東京に行くこととかが、まあ仕事の関係上多いんですけど、その時にノート PC をどうしても持ってかなきゃいけない、でもできればデュアルモニターで作業したいっていう時に本当にこれ重宝しています。ちゃんとね、角度もつけれるし、タッチディスプレイだし、軽いし、本当に言うことがないです。ノート PC とね、これ全然持ち歩いてもノート PC ちょっと毛が生えたぐらいの重さになるだけなので、本当に便利。アリエクマジで便利なものが多すぎるので、これもね、ぜひね、こうデュアルモニターで作業したいっていう人にはかなりおすすめになります。
はい、ということでここまでアリエクで購入した商品や私の作業環境だったりお見せしてきましたが、いかがだったでしょうか。ほんとね、ちょっといろいろ物を買うにあたっていろいろサイト見てみたんですけれども、やっぱりねアリエクめちゃくちゃお手頃な価格で手に入れやすい商品がたくさんあったので、ちょっと今回はアリエクで買ってみたんですが、マジで良かったですね。他にもかなり魅力的な商品たくさんありました。アリエクっていうと結構海外発送のイメージが強いと思うんですけども、全然海外発送でも何ら問題なく届きまして、しかも品質もめちゃくちゃいい、あの価格でという感じですね。アリエクね、本当にめちゃくちゃ良くて、もちろんね、サイトでも買えるんですが、アプリもあって、アプリでも購入ができます。本当ね、ガジェット系もめちゃくちゃ良かったというのは、この動画で皆さんお分かりになってると思うんですけれども、日用品とかもね、めちゃくちゃ幅広くて、もう何でも揃ってる。何でも揃ってるし、手頃な価格で売ってて、本当びっくりです。もう今後もめちゃくちゃアリエク私使うと思います。はい、こんな感じで、もう何でもお手頃な価格で売ってるとしか言いようがないくらいです。マウスとかキーボードも、ほい、こっちがマウス。はい、こっちがキーボード。こんな感じ。めちゃくちゃじゃない?めっちゃすごい。普通に買うと、ほんとそれなりに金額いく商品もめちゃくちゃお手頃な価格で売ってて、これからもちょっとアリエク利用を欠かせないなって思いました。はい、ということで、ちょっと待った。ここで、このチャンネルを見てる皆さん、この動画をここまで見てる皆さん、超ラッキーです。このチャンネル限定でクーポンコードを発行していただきました。ありがとうございます。もう、超大還元なんですけど。はい、そちらのクーポンコードは概要欄の方からチェックしていただければなと思います。そしてなんと今回私が選ばせていただいた商品なんですが、こちらなんと送料無料、そして配送保証、ちょっとね配送保証ってなんだという方向けに説明しますと、予定配送日より、まあ、遅く着いてしまった場合はお詫びのクーポン、30日以内に未配達になった場合は返金していただける配送保証もついています。こちらね、今回私が選んだ商品にもおすすめの商品すべて概要欄に載せてありますので、ぜひ概要欄の方からアリエクチェックしてみてください。はい、ということで以上このでした。バイバーイ。